インターネットユーザーの実に87%が YouTube を利用しておりここには大きなビジネスチャンスが潜んでいます詳細は説明文のリンクよりご確認くださいニュース目玉焼き。まずはこのニュース毎日新聞アメリカ TPA 法案成立へ アメリカ議会上院、昨日 TPP 交渉の合意に必要な TPA、大統領貿易促進権限法案の審議、これを打ち切って、法案採決に移るための動議100議席中賛成60票、反対37票の賛成多数で可決しました。会、ま、員、あ、ではすでに TPA 法案可決していますから、今回上院で可決となると、TPA 法案が成立ということになりそうなんですね、これね。ええ、あの一応まあそうか かもしれないんですけど、はい、あの T. A. A.、はい、前は話しましたけど。 貿易調整エンド制度。要は自由貿易に伴って、失業した人を対策しますよっていう法案。これがないとね、あの、オバマ大統領がサインしないって言ってるんですよ。あ、オバマ大統領がそう言ってるんですねそうなんでしょう。だからこの後 TAA もやらなくちゃいけないので、しかしややこしいですね、アメリカの議会はね。はい、ですね。はい、あの、となると、じゃあその TAA が、じゃ通るか通らないかまたちょっとこれはわからない。まだわからないんですけどね。ええ、はい。ただ共和党は、はい、まあ、あの、民主党は賛成してるんで、TA にはね。共和党 なんととかまとめままめすすいう話をしてますね、えーまあ、共和党としては、だからとにかく TPP スタートしたいと思ってる、はい、わけですね、そうすると、その話がもしまとまったとすれば、これ、えー、まあ、TPA も TA も通ると成立ということになりますね、そうなると、今後の TPP 交渉なんですが、はいうん、これ、どうなっていくんですか、ね、その大統領にです、ねはい、貿易交渉権限が一任されたということになるので、えー、要は TPP で決まったことについては、はい その、1、0ですね。はい、全部批准しますか、全部否決しますかっていう、そういう、あの、最後の批准手続きになるんですね。ええ、で、一応それで、あの、相手国側が、これがあれば、譲歩してくるだろうっていう話になってるわけですよ、ええ、アメリカしては。はい。はい、えー、え、全12か国うですからね。でも逆に譲歩しまくってる国、どうなのかなってですね。さら <laughs> に譲歩させられるんですかね。え,え、ねえで、じゃあ、日本なんかは、なんか、ずっと前から、いよいよ大詰めだとか、いろいろ言ってました だけど本当、なんか大詰め多いですよね、もうずーっと前から大詰めですからね、2>, 2年ぐらい前からやってますけどね、でこの後じゃあ、これがどうなっていくのか、うん、そして、まあ、改めてラジオ着の方も考えなくてはいけないのが、この TPP というのが、日本にとってどういうことな,のかそうなんです最近ねようやく、えー この中身が、まあ、まず中身がオープンになってないのは民主主義的に問題だと。はい、いや、問題ですよ。間違いなく、えー。問題だってのに加えて、投資関係とかが、その非常にその企業有利で、はい、国民をないがしろにしてるっていう国連の発表とかもありまして、えー、そこが議論になってるから、日本の国会議員も一加減これ議論してほしいんですけどね。野党なんかここつつきどころだと思うんですけどね。えー、まあ今、安保法案でね、はい。もうかかりっきりになってる。だけれども、うん、まあその裏というか影で、粛々と進んでる。 トップにならない形でやってるので,、えー、で、安全保障って問題だったらば、はい、基本的に TPP っていうのは、日本の国家の主権を、はい、まあ制限する形にな,、えー、ならざるえないんで、これ、アメリカも同じだけど、はい、ところが安全保障的には絶対マイナスなんですよ、えー、その辺どう考えてるのかなとかね。えーあのー、以前、三橋さんもおっしゃってましたけど、はい、アメリカでは例えばね、そのじゃあ、あの貿易で、えー、この TPP があの成立した後に割り送った人たちのための保障まあ TAA なんかそうですよね <AA> え、こういう議論がなされてるのに。 日本ではなされていないそうでしょうこれ農家の方がね日本で TPP で廃業した場合ってこれどうするんですか見捨てるんですかね、はい、見捨てるんでしょうね多分日本の場合だとなんで日本アメリカの議会の方が優しいってどういうことなんでしょう本当にそうですねはい、えー、続いてはこちら、はい、日本経済新聞農地の適正課税滞る放棄地確認9割毎年せず これどういうことかというと、工作放棄地。まあ、それまであの畑だなんだで、あの農作物を作っていた。まあ、それを放棄してしまってですね、えー、ま、荒れた土地になっちゃってる。まあ、その多い100市町村の9割近くが、えー、税法が定める毎年の土地利用状況の確認調査を行っていない。えー、適正に課税できなくなっていることが分かりました。まあ、実態把握できません。えー、工作放棄地もですね、まあ、課税上は固定資産税軽い農地とみなされていると。えー持、持ち主が土地を手放 なさないケースが多くなっていると、農業の生産性を高める大規模化を阻む一因となっているということなんですね。耕作耕作放棄地というのは耕作をやめてしまって今後も再開するつもりのない土地のことを指すわけなんですが、全国およそ40万ヘクタールの多く農地を相続したものの会社勤めなどで耕作してない農作物を作っていない土地持ち非農家農家ではないという土地は持ってるけど農家ではないというこの保有分と見られてい。 いるということなんですね、えー、あのこの例えばですね長野市あと大秋田県の大立、えー、31市町村原則である3年に一度のペースでも調査をしていないまあほとんどのそのほとんど現況確認をしていないとする自治体もあったということなんです、うん、三沢さんこのニュースはどうこれね、えー、ごらんすあの大元からまずねはい 工作法基地で税金を払ってないで許せないとか、まあそういう気持ちもわかるけど、もっと大きな視点から考えてほしいのは、工作法基地ってのは工作できるわけですよ。あの、やってないだけでね。で、日本の場合は、その食料自給率の問題もあるけど、多分それ以上に問題なのは自給力。は、自給力。自給力なんですよ。で、その工作法基地ってのは本来も、確かに問題で工作すべきなんですね。でもなんで工作しないかというと、儲かんないから、なんですよね。だから我が国のね、 本当の意味で我が国の食料安全保障っていうのを考えたら、もう耕作放棄地は強引に工作させてですね、で農産物余りまくって、それをもう全部輸出に回しちゃうとかね、そういうことやんなくちゃいけないんですよ。あの、もう助成金つぎ込みまくって、補助金入れまくってですね、あの、ヨーロッパとかそうやってます。そうやってます。で、これが問題なのは多分今後の流れで耕作放棄地消しからんって話になっちゃうと、じゃあ転売させようってことになって、それで、例えば民間企業がですね、あの、入手して、その工作、つまり農業以外の目的に、 転用できるようにしようって話が絶対出てくるわけですよ。そうなると、もう農業の自給力が激減してしまうので、そこまでちゃんと考えて、これは対策を打つべきです。もう一つは、なんでこれ確認できないかというと、だって行政のリストラとかやりまくったんだから、公務員削れってやったつけがこういうふうに出てきてるわけですね。調べたくても、もう、人手がいないから無理なんですよ。ないから、実質無理だと。この問題だけじゃないですよ。これなんか言っていいのかわかんないけど、例えば税務調査だって、相当にね減ってきてます。 は一般的なやつですね。えー なるほど、持久力というのを私たち考えないゃいけないんですいざとなった、最悪ね、いざとなったら耕作できるっていうような土地っていうのが、これが持久力、あと人ね、人もですよね、農業に従事する方々、確かにだって、も儲かればやりますもんね、買い取ってもらえれば、農産物、だから私ね、もうこれ、反感買うの覚悟で言うけど、耕作の放棄地をもう無理やり全部耕作させてですよ、誰かに、それで農産物余ったら、はぁはあそのぐらいやっても、 食料安全保障っていうのは私は大事だと思うんだけど、まあ日本人のあの、なんでしょう、倫理観に合わないと思うんだけど。まああのー、安全保障という意味で,で、ね。意味では必要だと思いますね。確かにミサイさんが今お話出ました。ヨーロッパ、フランスなんかだって助成金ばんばんですよ、ね。すごいですよ。あの、農家の所得の9割以上がね、えーはい、税金ですから、向こうは、えー。まあだって食べるものがなくなったら。その通り。 ちゃんと考えてるってことなんですよね、すよね今、私たちは何かね、海外から輸入すればいいんじゃないか、うん、安いものと思うかもしれないけど、うん、<laughs> まあこれだけ冷静に考えたとき、干ばつだとか、大雨だとか、何が起こるかわからないっていうのが問題なんですね、そうですねあの昨日のニュースなんか見てても、まあ、これ、農作物云々ぬんじゃないですけど、アメリカで30竜巻がなんか出たなんてね、はい、ういうこともある、何か、あのそのえ天気の変,変動というかですね、そういったものも一応、考えに入れてお アメリカ、オーストラリアの干ばつとかあったらいきなり輸入が止まりますはい続いてはこちら、読売新聞、JA 全中争点なき会長選。 JA 全中、全国農業協同組合中央会の次期会長選挙の投票、昨日から始まりまして、立候補した2人が初心を表明しました、10年ぶりの会長選挙、2人の主張に大差はないとの指摘も多く出ているとありますね、立候補したのは JA 全中理事の奥野長栄氏と、JA 全中副会長の中谷徹氏、投票締め切り、来月2日即日開票、8月に正式決定です。表明で奥野氏は 全中をピラミッドの頂点とする体制を変えて、地域農協からのボトムアップにしたいと述べたのに対して、中谷氏は地域農協の健全経営なくして農業振興はない、政治の中で農業の地位をもっと高めたいと主張しました。まあ、ただ、農業振興策、あと農協改革への具体的な言及、これには乏しく、政府関係者はコップの中の争いという冷ややかな見方が広がっています。三沢さん、これはいかがですかこれ、ね、今、ね、あのちょうど農協改革の審議やってる で、はい、影響がたいたくないんですよね。はーはー要は反発買いたくないし、だからといって迎合したくないし、結構ちょっとまあ全中としてはまあ難しい状況ですよ今。全、えー、中って何かというと。はい そのこれなんか <laughs> このなんていうの、奥の氏全、はい、中をピラミッドの頂点とする体制って言ってるけど、こんなことはなくて、なんでこの人、こんなこと言ってるんだろうね、はい、あの実はこう監査やってるんですよね、全、はい、中が。えー、で、その監査の機能によって、あと権威、県議、はい、政治的県議の力がある、あの法律で当たられてるんで、ピラミッドの頂点みたいに言われてるんだけども、はい、今回の全の中改革で、税グループから外されることになったんですよ、全中って。で、社団法人、の経団連みたいになるんです。る、はい だからまあそういう組織替えが、組織変更が目前にあるので、ちょっと <laughs> 発言しにくいでしょうね。ーは,ーはい。監査機能もですからね、このあの JA 全中を選ぶのか、はい、それとも、の、一般の公認会計士事務所選ぶのか、というようなシステムにもなる、はい、そうで,ようですよね。うですよね。ええー。あのー、でも改めて、まあ今朝はですね、くしくもこう結構、農業関係のニュースなんですけれども、ねねうん、まあ先ほどその自給力というのが大事だというふうにっ、あのー、おっしゃってましたけども、やはり JA という組織自体ですね、はい、これが、だから今 本当に強すぎたのか、それともじゃあ、今後、これ、どうななっていくべきのか本当に強すぎたら、で今度、自給率がここまで下がってません、だって40%ぐらいでしょ、カロリーベースで、生産額でも60%ぐらいですまあ自給率自体が、ですねあんまり問題するのはちょっとなんでしょう、細かい話になっちゃうんだけど、やっぱり私はそれより大事なのは、さっき言った、自給力、いざとなったらこれだけ生産できますよっていうのも、ちゃんとなんか、農林水産省なり、農協とかの目標にして、政治家もちゃんと考えてほしいな そうですね、その工作放棄地、まあ、これだって、うん、まあこれはでも工作放棄地っていうのは、JA がなんとかしようとかいうわけでも、うん、それは政府ですよ、えー、政治家がやらな、はい、くちゃいけないんですけれども、えー、ただ、国家全体として持久力を高めるってなったら、工作放棄地の問題だって、もっと早く調査してね、工作するんだったらいいけど、だめだったら別の人に譲ってと、工作、えー、あのできる状況を持っていくことが大事ですよっていうような議論ができたはずなんですけどね。それがまあ今のところ できてないやってない、ですかやってないそもそも食料安全保障って考えてるんですかねっていう根本的な問題が疑問が出てくるんで改めて考えればね、自然にできてくるもんじゃないそですね農業なんてね、一人前になるのはね、5年かかりますよ、最低、誰であっても。土地だって、土地も多分二2、3年は無理じゃないから、そうですよね、そして一回そのね、作物作ったら、また少し作るものによっても変わるんでしょうけれども、そういうノウハウとかも継承されなかったら、結局、持久力っていう意味だと無意味で。 ですよね、そうですね、うんあの、労働もそうだけれども、はい、やはりその今まで受け継いできたもの、一朝一夕にはできないということなんです、ね、それをなんかね、製造業みたいに投資したら生産できると思ってるんじゃないかななな、うん、そんなことないですよ以上、ニュース目玉焼きでした。